ご覧の皆様こんにちは、ホステルと申します。ラスオブアス続きからプレイしていきましょう。議事堂を抜けて、で脱出したのは2人だけ。テスが残念ながら感染者になってしまって死んでしまった。階段がある。ここを降りていけばいいみたいだね。今は議事堂の反対側に出たのかな。アイテムが他にないか調べていこう。敵はここにはいないよね、多分。周りに何もないみたいだから、降りてこっか。階段を駆け足で駆け上る。あ、追っ手が来た。え、まずい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 。当たる当たる当たる。ここまで追いかけてくんのかな。もう戻れねえわ。危ない危ない。暗っ。明かりつけよう。入れないけど。どこから入るんだ？ここか。この雰囲気嫌だな。暗闇要素が苦手なんだよね。この中にお金とか入ってないかな。あっあっ！まだ撃ってきてやがる。お、エリーどこ行ったんだ？エリーいないけど。勝手に一人で先走っちゃったのかな。あ、気持ち悪っ。奉仕だ。標的はいない。理解。標的はいない。あそこに兵士がいる。分かった。町まで待機して援軍を待つ。ここ奉仕出てるでしょ。なんでも兵士兵器なのか。だから言ったでしょ。スーパースペック。とっとと信用すればいいのね、この親父も。ふざけてるのか、見てない。ここを通ったぞ。ここを調べる。こっちを調べる。やばい。やばい雰囲気。この周辺一帯を、あらかた、調べられるような。出てきやがれ。とりあえず殺すわ。やろう。やばい。痛い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 。やめてください、やめて。あ、回復アイテムあるわ。とりあえず回復しとこう。あ、痛い。は、なんで掴めねえんだよ。今避けたでしょ。三角押したわ今。さすがにホームから下に転落すると死ぬってことか。2人だけかな。本来ならステルス要素で見つからないように行くところなんだろうけれども、最初の1人で早くもね、見つかっちゃったわ。この状況でさ、殴り合ってマスクとか外れたらやばいんじゃないの。胞子が出てるとクリッカーとかもいそうだし、慎重に進まないといけないね。聞き耳強化してるはずだから、多分遠くまで。あ、強化してねえわ。前回の最後で強化したと思ったんだけど、そこでこの前のゲームプレイ終了してたわ。あ、こっち行けない。明るいとこに行きたいんだけど。この中進まないといけないの？やだよ。あ、嫌すぎる。電車の中通ってかないといけないのかな。これさ、倒した敵が、こうして生き返ったりとかするんじゃねえの？死体消えてるか？周りにアイテムがないかだけ確かめていこう。普通に考えたら、こういう線路の上にアイテムなんて落ちてるわけがないんだけどね。慎重に進んでいこう。え？びっくりした、エリーが喋ったとか。
怖い怖い。奥まで入り込んできてんのかな、敵が。ちょ、さっきから何ハッハ言ってんの。びっくりするからやめて。こっちにも入れるけど。人の気配が全くしない。あ、泳ぎか、ここから先は。泳げないよ。何か方法を探そう。そうだ、エリーは泳げねえんだったわ。どうにかして彼女と一緒に先へ進まないといけないのだが、進む手だってあんのかな。まあ、ないと話になんねえわな。何か探そう。ほうほう、丸ボタンで潜る、バツで浮上する。潜りたくねえこんなところ。そうだろう。向こう側に行けそうだね。あ、だけどちょっと待って、上がるとどうすんだ。上がり方だけ覚えとかないと、いざという時に上がれなくなったらやばいからね。結構水中もう広いね。あ、何か列車の中にありそうだわ。一回呼吸してこっち行ってみよっか。あ、普通に歩けんじゃねえか。ここは潜ってかないといけないの。これどうなってんだ。よくわかんないんだけど。ライトつけててもよくわかんない。とりあえずは潜ってしか行けないような場所に何かがあるかもしれないってことだよね。この先行けそうじゃねえか。え？何か聞こえたけど今。どっち行けばいいんだ。さらに奥に進めるね。完全にエリー置いてっちゃってるけど。エリーついてきてんのかな。あ、ついてきてる。上がれる？ちょ、体が冷えるんだけど、水から出たい。エリーついてきてるね。え、BGM。これは？三角ボタン出たけど。だけどさ、調べらんないけど。はしご。使えるかもしれない。上がれんじゃねえか。あとはエリーが、向こう側に行く手段を。二人で向こうに行かないといけないよね、多分。駅のホームみたいなのになってるから。密入者のメモ。何書いてあるんだろう。相手はフランクというやつだ。俺が取引をしていた区域外のやつなんだが、ボストン隔離地域へ移住したらしい。パークストリートの地下鉄入り口で合流しろ。あ、これはファイアフライのメンバーなのかな。同封したビザと必要書類を使え。感染者が近くで目撃されている。いや、まさか。泳げないんだったら泳ぐけど。ちょ、僕が泳げなくなってる。そこで待ってろ。おっ
と、お薬ゲット。潜ったところにも何かあったよね、アイテムが。水中で操作できないんだけど、うまく。お、何かあるわ。ゲットゲット、空気空気空気。息あんまり持たないね。まだ何かあるかな。いけないいけないいけない。ちょっと泳いでくんない。このカメラワークがもう全然分かんないね。この視界の悪さも相まって。なんでいけないの、泳いでんじゃねえか。どうなってんだよこれ。マジでうまく泳げない。え、なんで入れないの。さっき入れたじゃねえか。こっちには何もないのかな。いや、行き止まりだ。スリしかない。何か他にないか。さらに奥の方見てみよう。何もねえけどな。どこ行きゃいいんだ。やっぱりこれ下ろせんのかな。調べることすらできないんだけど。あ、スティック倒さないと進まないのか、水中で。やべ、どこ行きゃいいのか全然わかんねえわ。やっぱりこの奥になんかあんのかな。あ、ヒント L3 って出てきたわ。パレットを使ってエリーを移動させろ。助かったー。一生ここで迷い続けるのかと思ったわ。めちゃくちゃ分かりにくいね。こんなのがあったのも分かんなかったわ。で、何が起きてるのか全然分かんない。ライト消してしまってたわ。これに乗せればいいのか。やっと先進めるな。それもこれもお前が泳げないのが悪いんじゃねえか。エリー、いや乗るのが嫌だったら泳げるようにぐらいなれ。分かった。振動を与えまくってやろうか。つけてこっち側に行って早く登れよ。
それを下ろしてくんない。わ、鉄の箸の音、耳に触る音がするわ。よし、ご苦労。あー、やっと地に足がつくわ。地に足につく、ついた生活ができるわ。この家の中入れるかな。とりあえず泳ぎの練習ぐらいしとけや。さすがにこっちまでは兵士たちも追いかけてこないでしょう。さあここを出よう。またなんか不気味にうねうねしたものがあるしさ。なんなのこれ。あ、気持ち悪。扉の向こうには行けないみたいだね。マスクも早く外したいわ、息苦しいからね。明るい。うひょー、猛ダッシュだわ。あー、外に出た。あのさ、そのテスのこと、なんて言っていいのか。これからのルールだ。テスの話はするな、二度と。お互いに過去の話はやめておこう。それとお前の症状については誰にも話すな。これは言うまでもないね。殺される。あともう一つ、俺が指示したら指示した通りにやれ。いいな。いいな。言ってみろ。泳げっつったら泳ぐんだからね。あんたに従う。そうだ、何キロか北に町があって、俺に借りがあるやつがいる。車が手に入るかもしれない。わかった。じゃあ行くぞ。普通に塀の外で生活してるやつらもいいんじゃん。じゃあ、それとも塀のある町がいくつもあるってことなのかな。さあ、こっちの方が近い。のどかだね。うわ、自然に溢れてるわ。ただこんなの見たの初めてだったから。森のことか。うん、森っていいね。だけど変な虫とか植物とかもいっぱいあるからね。こういうシチュエーションになると絶対敵出てくるんでしょ。自分で連れて行けるなら俺たちに預けないだろう。怪我は治ったかもよ。ふっ、怒らせる気はないが、そもそもあいつがまだ生きてる保証すらないんだ。だいたいマーリンは死ぬのが嫌なだけなんじゃない。関係ない。だから来なかったんじゃねえのか。どうせ町へ無事に戻るのが難しいんだ。俺も町へ戻れるならそうするさ。なんか迷いの森みたいなんだけど、怖い。いきなり茂みの中から敵出てきたりとかしないよね。あの鳥のざわめく音にもびっくりする。何あれって、どれだよ。中入れんのかな。入れねえわ。どっち行きゃいいんだろう。こっちかな。道が続いてるけど。で、実は今来たところでしたっていうオチじゃないよね。なんだろう、あれ、貯水塔かな。あれのあたりを目指して進んでいけばいいのかな。扉あるわ。ここも柵に囲まれてる。最初いた町と違ってしょぼい柵だけど。中に入るのはどうすりゃいいんだ?ここ普通に開けれんのかな?ツタ生えてるけど。ダメか。入れね。このキー切って入れないのかな?よじ登る?ダメだ。有刺鉄線がある。ここは諦めよう。で、こっちから回り道して入ればいいのかな?ねえ、
見て。ちょっと。なになになに。ホタルだ。これ本物だよ。ああ、分かってる。ごめん。いや別に。可愛くなかったら許さねえけど、許すわ。慎重に進んでこう。ランナークラスとかだったら、くそ、こっちも行けねえな。こっちからもダメか。殴り合いでなんとかなるけど、フリッカーは絶対に。上から見てみよう。接近戦は良くないから。クリッカーの場合は音がするからね。何これ、お手製の武器、先端にハサミがついてる。打撃用武器の強化、打撃用武器を強化すれば敵を一撃で倒すことができる。素晴らしい。一撃で倒すことができる回数が、右下の太いゲージっていうことかな。細いゲージが、何？ L さん。あれか。これはどう？まずはじゃあ、ここに立てかけてから向こう側に渡せばいいってことか。ここに立てかけて、上に行って回収して橋を渡すっていうね。回りくどいけど、そうしないと先に行けないよね。よっこらしょっと。よし、行こう。よし、行くぜ。ついてこいよ。僕が一番不安だけど。おっ、またヒントが出てきた。基本的に見てこう。ビル、お、煙が出てる。火事だ。ん？場合による。もしかして、暴れてんのかな、敵が。ここに住んでるのは知ってたが、直接会いに来たのは初めてだ。あの煙、ビルだと思う。ここから降りてダメージ受けたりとかしないよね。大丈夫か？確かめに行かないとね。と、そうだな。中に入ってきたぜ。で、絶対敵出てくんでしょ、このシチュエーション。結構広まってるからね。車の中からいきなりバゴーンとかって出てこないよね。大丈夫か？あー、これいるわ、絶対。この扉はダメだ。あ、ここも開けられないのか。他の場所を探そう。エリーがスタスタ歩いてるのに、このおじさんはこう伏せながら歩くっていうね。このチキンプリ高いぞ。さっきの建物から飛び降りた時の方が高かったでしょうが。さあ出てくっぞ。これもう戻るの不可能でしょ。さあ出てくるぞ。あ、いいんじゃねえか。普通にいいんじゃねえか。聞き耳立てたらいたわ。どうしよう。何あれ。くそ。いるな。あ、クリッターだ。即死の凶器使うか。全然殺せてねえじゃねえか。威力が高いだけか。入るぞ。ちょっと待て、ちょっと待て、ちょっと待て。とりあえず落ち着け、親父。敵の動向は常に見てないと。とりあえず周りは一体ずつ殺していこう。と前に、時間いいところだから一回切ろっかな。あははは、申し訳ないけど。次回またお楽しみに。それではありがとうございました。